こんにちは。うわぁ、ボサボサになっちゃった。皆さんこんにちは。マイです。マイですあ、コメント用事してなかった。こんにちは、こんにちは、こんにちは。イベント中なう、今日から、イベントが始まりました。ぬるっとこう始めてしまう言いましたが、皆さん見ての通りすごい病み上がりですやばめなのでちょっと今日は仕事の帰りに、めっちゃ今帰ってきたんですけど、熱はあ、もう完全に下がったの。完全に熱は下がりました。熱は完全に下がって、でもすごい高熱だったんですよ。なんでなんかもうその後遺症的な、熱が下がった後が辛い。体も頭もいい、なんかもう全身痛くて痛くて、昨日とかずっと。でも今日の朝起きたら普通に治ってて、全然今もう喋るだけでも痛かったんですよ。頭痛くなりませんかいやー本当に、実は40度まで行ってて、もうなんか40度行った時に生命の危機を感じました40度ってみたいな。でももうあのちゃんと治ったので、今普通にお仕事もちゃんと行けます。はい、食欲がありますなので、食べたかったイチゴを帰りに買ってきました。うん、声はまだ鼻声みたい。扁桃腺あじゃないんですけど、普通に風邪です。風邪でした。よ、まさきさん、先日はライドさんとお疲れ様でした。お疲れ様でした。もうあれの次の日なんで、本当にタイミングが逆に良かったですよね。もういちご大好き、たまんねえな。これなくなんのやだな。皆さん星投げ、そしてカウントよろしくお願いします。元気になって何よりや、旦那さんありがとう。眉毛怪人さん、声はまだ鼻声みたいそうね、鼻は通ってるし、匂いも嗅覚もいいんですけど、まだ鼻声かも。
ふう私は今これ現在今3位ですね。頭が回っていない。ふう。今日タフだな。まあ、今日タフめ。はあ。これはコメント読みましょう。頭が回っていないなりに。たくちゃん、あ、竹内舞さんだ。かっこいい盾見れたね、のんじんさん。大島めぐ、衣装みたく寒かったのかな。いや、まあ風に関しては多分まあ、東京から三重の移動とか温度があったかかったり寒かったりとかいろいろしてたので、多分そこでいろんな菌を拾ってしまったのではないかと。免疫力が下がってる上にだと思います。どんだけね意識をしててもやっぱ風邪って引いちゃいますね。でも確かに栄養不足だったな。これは何のイベントなのかしら。これはですね、ナチュラルビューティーキャンプって言って、今回は時間ないので一周ナチュラルビューティーキャンプの、イベントになってます。今回は前回と違って、予選があって、予選上位5名なんで、これは A と B を合算した5位なのかな、わかんないんですけど、上位5名が決勝を行えるというイベントになってます。ナチュラルビューティーキャンプっていうのは、まあ、結構なんだろう、女の子が発信するインスタ映えとか、あとは健康に気を使ったりとか、なんていうのかな、から綺麗な体作りみたいな、そんな今回は、あ、 A と B で5名ずつなんだ。決勝は10人。あ、そういうことか。あ、名人さん1周と50カウント完了、ありがとうございますね。この予選 B は結構人数が少なくてあれなんですけども、みんな行けちゃうのかな。あ、今みんな配信してるんですね。すごいみんなね、なんか写真でしかまだ見てないかわかんないんですけど、可愛い子が多い。どうしてこんなに女子っぽい。あ、この何ですか、1位になったらというか、これをやり続け、違う、ちょっと言葉が今出てこないですね。あれ、ランキングで1位になったらなんですけども、
このいてててててて、これは1位になったら、屋久島、鹿児島県にある屋久島ですよね。屋久島で、撮影をしたロケをさせていただいて、その撮影したものが渋谷に、1ヶ月間渋谷の看板に貼られますよという看板掲載されますっていうお話ですね。この予選は有料ギフトはいらないのねというか、まあたくさん皆さん星を投げて、で今日に関してはこのあと夜もまたちょっと外に出なくちゃいけないので、今日のお昼と夕方までの配信をするので、星投げ参集できる方はぜひしていただきたいなと思います。なんか今回はちょっとグレードアップさせて、なんだろう、絶対1位取れるでしょうっていう、まあどのイベントにもそんな、なんだろう、決まりはないんですけど、今回はちょっとレベルの高めなまだ2回目なんですけどね、イベント参加するのなんですけど、ちょっとレベルを高い、レベルの高い、イベントにグレードアップさせてみました。あ、そう、チャリダーさん、そうなんです、世界遺産でロケをさせていただいて、私世界遺産って多分今まで行ったことないんですよね。そうなので、ぜひ渋谷で私を見つけてほしいなって思うので、あとはやっぱりなんだろう、美に対するその健康的なことに関してとってもなんだろう興味があるので、もっともっと そういう方面にも近づけたらいいなと思って、今回はあと私リゾート地とかほとんどってか行ったことないんですよね。行ってみたい、単純にね。ちょっと一旦もぐもぐします。はい、テロップ活用します。確かに配信予定後ろに貼れるといい。そうなんだよな、でもめっちゃ壁だから全然貼れないんだよな、どうしよう。ちょっととりあえず次の配信時間は
消しちゃった。うわー、まあいいや。13時半って書いてるな私。2週と50完了ありがとう。コンデンスミルクなしは健康的。コンデンスミルクはいらない、好きだけど。沖縄旅行行ったよね。そうね、沖縄は、沖縄はね、もう確かにリゾート地なんですけど、むっちゃ楽しい。やっぱ海が見えるとこがめっちゃ好きらしいです。私癒されるし、海に入ってて幸せだし、浮きたいし。あ、のんじんさんありがとうございます。1時半からやったよ。1時間ずつの配信をさせていただきますので、テロップイベント参加中。何時？13時。あ、違う。ああ。立ちつかぎがぎききき。次は何しよう。あ、これだ。ほし、なんけ、やゆよ、よ、ろ、しく、お願いします。OK。コメントが長すぎます。消えちゃった。どうしよう。イベント参加中。カウント背投げ、やゆよろしくね。ゴー。あ、できた。みっちゃんさん、3週と50カウント完了ありがとうございます。今日相変わらず天然だね。天然じゃないよ私。いちごがうまい。
今日もたくさんの方が見に来てくれてる。ありがとうございます。うん、甘っ、おいしい。ちょっとあるよ。ちょっと待っとってや。うん、最近さ資料が多すぎてさ困ってるさ。どこかな。本当に資料マジで多い。なんか捨てていいのかどうか分かんないのって結構あることない？あれ？ペンがどっか行っちゃった。分かる分かる。あ、食べた食べた。行って。てってれってってれっ。ホワイトボードに、あ、違う、眉毛怪人さん、昼はコンビニおにぎりのみかな。ちゃんと体にいいもの食べてくださいね。こんにちは、お久しぶりです。土踏みさん、こんにちは、お久しぶりです。たくちゃんはいちごが食べれない。こんなに美味しいのに。今日の僕の朝食は食パンの目玉焼きのせでした。あー、ラピュタパズーのように食べました。いいですね。わかります。よいしょよいしょ。断捨離できない派です。断捨離はね、してみると気持ちが良いよ。今週、ん、今年のレナヒの生誕生日にステンドグラスの紫色のキーホルダーを送りました。あ、似合いそう。似合いそうですね。すぐ捨てちゃうような人なので机は片付いてます。あら。私なんか捨てていいのか分かんないんだよな。でも多分さ、もうずっと使ってないってことは絶対いらないってことじゃん。ね、そうだよね。このあとのはい、しんは13時30分から14時30分で、14時半の1時間半後って何？このあと13時半からだっけ。あれ16時からだっけ。私さっき何時にやるって言ったんだっけ。
私さっきさ、ファンルームでなんて書いたんだろう。はい、ちょっとファンルーム覗きます。あ、14時半か。14時半から15時半、全部1時間半空けたんだ、3周できるように。14時30分から15時30分にして、で次は17時から18時ですね。はい、こっち今日の配信時間はこんな感じとなっております。1位の人がポイント稼いでる。うん、ほんとだ。あ、現在今2位ですね。さっき3位だったけど順位が上がりましたよ。さあでも1、10、48,000ポイント差。まあまあ今スタートして空いてますね。こてつさん、カウント完了ありがとうございます。参加者3人なので、そうみたいなんです。もうちょっと集まるのかなって思ってたんですけど、3人でした。これは狙い目ですね。時間も無制限ということなので、無制限っていうのがどれぐらいの時間でやったらいいのかがちょっと全然分かんなくて、とりあえず今のこの私の感じはもう完全にまったりなので、皆さんなんかゆっくり、焦んなくてもいいよとか、まったりでいいよ、のんびり行きましょうみたいなコメントが多いんですけども。あ、1位のくるみんは強敵だよ。あ、そうなんですね。強敵に出会いました。どうしたら勝てるのかな。くるみ、あ、くるみは強敵ですね。あ、皆さんすごい知ってますね。私髪伸びたと思わない？すごく伸びたの。この前なんだっけ、五十嵐舞ちゃんの衣装着て立て披露した時に思ったんだけど、髪の毛やろうとしたらなんか髪が長すぎて、えっと思って、舞ちゃんもっとショートなんですけどって思いながら、ストレートだったらすごく髪が長いので、だからね、髪めっちゃぐるぐる巻いたの。巻いてめっちゃ短くした感じ。急に伸びた感。え、伸びたよねってか、急だよね。ビビる。めっちゃ伸びたし。これでも若干巻いてるんだよ。でも美容師さんがやってくれたんだけど、やっぱプロって違うね。これ自分じゃできないもん。どうやって巻いたんって感じ。まぶたがグラマラス、いつもと一緒やで。とりあえずクマさん飛んできたからリアクション、知らなかった知らなかった、嘘。飛んできたらってことね。
前前は自分のペースで行きましょう。コツコツ頑張ります。短くする、おさらいにしていい。あ、おさむっちさんの髪の毛は大丈夫、多分あなたにしか似合わないわ。キムカズさん、ヤッホー、髪型が綺麗です。土踏みさん、ありがとう。ジュッピーさん、5センチぐらい木に伸びた感じね、なんかそんな感じするよね。けどね、意外とそんなこともなく、なんか多分伸びた。まつげかわいい、ありがとうございます。頑張ってね、あれしてるんだよ、マスカラ美容液とか言うんじゃないよナース姿、萌え萌えでしたよ。ありがとうございます。レフ版なし。あれ変わんない。レフ版なし。レフ版レフ版って本当にすごいよね。光を当てて。今水色に染めてインナーでピンクにしてる。すごいな。誰のサイリウムカラーなのって聞きたくなるような色ですね。ここにベタって入りたい。遠遠いな。遠いね。持ってる。今日早起きやったから許して、はあ、最近会ってないから会いたいよ。前も会いたい。ファンイベントやらないの。実は舞台最前で見てました。あ、ファンイベントやらないの。ファンイベントってもし私個人のファンのイベントみたいな、なんかずうずしいけど、そういうのってやったら来るんですか？なんか人が来るか来ないか分かんないからさ、イベントしようにもどうしようって感じなんだよね。みんなさ、行く行くとか言いながらさ、意外と仕事行かない？何が何でも。でもまあ、でもそれはさ、普通に考えたら無理だよね。うまい。マシさよ。イベントあってもなんかちょっとしか集まんなかったら、申し訳ないしな。うんうん。確実に飛行機使うレベルの移動。大変だ。やっぱ日本ってさ、なんかちっちゃい島国と言われててもやっぱ広いよね。飲み会しよう。飲み会いいけど、私大変なことになるんだよ、マジで。毎回反省してるもん、一人で反省会。
なんで人間っていうものはさ、お酒飲むとさ調子乗ってさ、なんか調子乗ってなんだろう、危ないことをするのかね。わあ、チャリダーさん北海道民なんだ。日本人はお酒弱いらしいよ。私日本人だもん。外国の血一切入ってないんだもん。星ズボウさん、じゃあ先に反省会やってから飲み会しよう。確かにそれは明暗だ。お酒強くなりたいな。でもやっぱりさ、そうするにはお酒を飲むしかないんだよね。服の紐が、しまえしまえ、ほう、はあ、うん、本当だ、札幌って書いちゃった。慣れるだけで強くはならない。そうなんや。私さ結構さ酔っ払ってあの記憶にない写真とか結構あるよ。マジで載せるものじゃない、載せれるレベルじゃないから絶対に載せないけど、でもみんなが思ってるほどは飲んでないよ。ちゃんと量え、でもね本当にねそんな飲んでないんだよ。あの打ち上げの時も、打ち上げの時の記憶はね飛び飛びなんだよね。なんでこの写真あるのっていうのとかはいっぱいあるんだけど、なんか全部こうスモークかかった感じ、記憶が。道で寝ちゃうとか絶対しないよ。守護キャラにはなりたくないな。でもなんかなんだろう、お酒を飲めるっていう、飲んで楽しい姿をこう堂々と見せられるのっていいですよね。私ねコスパが良いのかあれなんだよね。ビビった竹内じゃん、竹内です、どうも。なんかね、何を言うとしたんだっけ、あのあれだ、ハイボールが、ハイボールすぐ酔っ払うから、いつもてかいつもハイボールしか飲まないんだけど、ハイボールすぐ酔っ払うんだよね。であの日はともちゃんと楽しくなっちゃって。いい女がかっこよく飲んでるのはいい、まあまあだらしなく飲んでるで。
中杯より濃い出ちゃう。うん、濃い濃い。ウイスキーだっけ、結構あれ度数高いんだよね意外と、前にしてはね。だからなんか5、6杯飲んだらもう結構酔っ払ってますかな。5、6杯超えたらよ、もうなんか記憶があやふや。早いでしょ、すぐ酔っ払うんだよね。なんかあんまり5、6杯飲めたら十分よ。あ、そうなの？そうなんだ。じゃあ5、6杯ぐらいがちょうどいいのかもしれないね。楽しいのがだいたい3杯目ぐらいから。そう、安上がりなんですよ。だいぶと。すぐ酔っ払ってくれるから。お金がかかんないんです私。ペースが、私ペースめっちゃ遅いよ。一緒に飲んでこれぐらい飲んでくれたら十分。すごい、ビール瓶10本と日本酒5杯とハイボール10杯飲んだことがあるよ。やばいね。48出身者はお酒の話はタブーじゃないよね。うん、タブーなとこもあるんだ。お酒飲むと恋したくなる。わかる。すごくわかる。焼酎水割りが一番理想的。コスト的に。それお店のコストでしょ？みんな結構さ、すごい飲み方いろいろしてんじゃん。酔い方はその日の体調。ああ確かにそうなんだよね。うん？酒イコール恋なのか。そうだね、そういうことにしとこうよ。はあ、お前この配信したら一回お昼寝しよっかな。夜の寝落ちない。カラオケ配信、そうだカラオケ配信したい。でもこれ無制限だから、この間にこの予選中に配信しちゃったらダメかなと考えているのだが、どうだろうか。やっぱそれは違う、それはそれ、これはこれ。この無制限の時間の使い方がちょっと分かんなくて、永遠とこう配信されてる方もいるのかな。やっぱりいいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。あとやっぱり私歌がね、ほんと 歌ってたいので、みんないいと思うけどなって言ってくれてる。優しいな。本選でやればいいんじゃないかしら。
でも本選は3時間しかないから時間制限があるんですよね、3時間っていう。で、3時間ぶっ通しでやってもいいんだけど、あんまりね、そのなんか星投げの満タンの時間が必要だったりとかするから、できたら1時間に。自分の好きなようにすればいいんじゃないですか。ヨッピーさん面白いね。確かにそうだよね。まあそりゃそうやな。ありがとう。気を使ってくれて。ねえ、なんかもう体中がめっちゃ痒いの。花粉なのか、熱が下がってなんか皮膚がおかしくなってんのかわかんないんだけど、めっちゃ痒いの。予選中か本選終わった後。ココアさん、目すごいパッチリしてて羨ましい。だって嬉しい。そんなことないよ、全然。本当にそんなことないんです。見てくれてる人が多い時間を狙う方がいいのかな。確かにね。でも今日すごい、もうすぐで1000人来ますね。1000人の方が見てくださってる、ありがとうございます。鼻のコンプレックスは取れましたか？え、なんだっけ、鼻が低いってやつですか？永遠のコンプレックスですよ、私が整形をする限り。鼻が低い、鼻がない。私の側には鼻がありません。横顔がコンプレックスです。ほほほほ。根岸愛さんが好きなんですが恋かな。違うよ、たくちゃん、それは恋じゃないよ。ツインカワタン、それはなんとか勲章。読めなかった。あ、ゆうけいさん、こんにちは。体調大丈夫なの？大丈夫です。体力が今ちょっと衰えてるだけで全然大丈夫です。若干鼻声で、もうでもこれは花粉なんじゃないかなって感じですね。鼻も可愛い。可愛くない。おにぎり2個終了。あ、ご飯食べたってことですかね。お昼休憩ですもんね。この後でもやっぱり14時半からは見る方どうなんだろう。この後は14時半から15時半まで、そしてその後は15時から18時まで配信させていただきます。 もうちょっと鼻ですねの、調子が良くなってきたら歌を歌いたいんですけど、今はちょっとまだちょっと直し中。そんなわけで、希望は体力。ほんまやな、体力が衰えてるのは大丈夫じゃない。いや、これから体力をみなぎります。今日は全部見れる。のんじんさん、ありがとうございます。仕事で見れそうにないです。ごめんね。やだやだ。やだやだ。
大体のコンプレックスに思ってることって他人から見たらさほど気にならないレベルねってよく言うんですけどね、やっぱめっちゃ気になるんですよね。やっぱ友達にさ、周り鼻高い子が多いんですよ。やっぱ顔が綺麗とか可愛いとか、本当にね、なんでやっぱり影響力ありますよね。目かゆい、薬飲んでんのにな寝たよ、やだもうね、イヤイヤ期からね抜ける気がない。現場に置いてある、あ、職場だ、職場に置いてあるマイさんのサイン色紙のメッセージ見て元気出します。元気ないの？元気出して。字がすでに可愛い。え、この字のどこが可愛いんですか？教えてください。おさむちに紹介する女はいないな今のところ。鼻は2じゃないでお尻にいじられてたよね。そうだっけ、え、まいさん鼻低いみたいな感じだったっけ。やばい、覚えてないなんていじられてたんだろう。イベント参加中なのか気がついた。投げてください、みどりさん。私も今ぬるっと始めてしまったので仕方がないのですが、あと2分ぐらい。ラスト2じゃないよ動画だっけ、なんか全然覚えてないな。もう1年前になるんですね。早い早い早いこと。みんなやっぱ2じゃないよ動画はすごい好きみたい。まやさんのいいところ言いよってやつで鼻がコンパクトって言ったらそれコンプレックスやそんなことあった。あ、確かにそんなこと言われた気がする。鼻がコンパクトってうまいこと言いすぎですよね。今日はお昼はもぐもぐ配信になっちゃったな。この後の14時半からも15時からも1時間それぞれ配信するので。あ、かおたんをショールームやってるのかフォローしたよ、ありがとう。え、カオタンってカオタンじゃないよね、あ、違うね。この後も1時間ずつやるので、ぜひ皆さん星投げカウント星ん3周よろしくお願いします。それではまた14時半にお会いしましょう。おやすみなさい。前は昼寝します。